ちょっと熱が強いので揚げていただいて絡めてあげてください。前カリカリで美味しい、うん、ちょっとコクを出すためにねおにんにくが少し入れてますからね、やっぱり食欲そそぎ。どうも、おはなで長いとスルリの関です。いつも元気だね。元気。そういう方にはちょっとヘルシーな豆腐でもあげたいな。ヘルシー。ヘルシー豆腐はやっぱ何が好きですかね。豆腐といえば今の時期やっこですかね。そうです、ね、肉豆腐やっこ、意外にレパートリーないですよね。ただ今回はね、照り焼き豆腐、はい、照り焼き、まあ、材料はねこちらですね、まあ、簡単な材料になっております。まあ、豆腐と調味料、これを合わせるだけでございます。なんか聞いたことないじゃないですか。はい、でももう簡単にねすぐできるし、もう木綿豆腐なんか、うん、まあ、いくらも知れてるんでね、おかずにもなりそうだし簡単だし節約にもなる、そしてヘルシーヘルシーヘルシーだよ。4個いいね。ナンスイヘルシーナンスイじゃあお願いします。作ります。そしたらね最初にね、まあ、照りだれの方ですね、こちら全部合わしておきますね、全部合わして、でまあ豆腐がねメインですからね、豆腐がメインですからね。あ、ここの中に仲間外れがいました。でこれ一応合わせておきますね。でまずは豆腐の水切り、まあ簡単なやり方は電子レンジでチンしてまずは水気を取ってください。これでこうやってやったら全部潰れちゃうからね、気をつけてね。でこれを電子レンジでチンしますね。で一回これを敷いて、これで電子レンジで600ワットで2分ぐらいチンしてください。そうするとね多少水出ますけどね、水は少し軽減されるんで、こっちか。でこちらね電子でレンジアップしたものですね、もう多少水は出ますけど最初の頃よりも水が切れるようになりますね。で電子レンジでチンすると、でこちら6等分にします。食べやすいね大きさにね、ここはちょっとカットして置いておきます。でこの豆腐ね、木綿豆腐、まあ、100円ぐらいですけれどもね、まあ、スーパーで特売とかになった時はもしかしたら半額になってるあるかもしれませんのでね、その時にやったらもっと節約になるかもしれませんね。でこちらを、まあ、片栗粉でまんべんなく、やって焼いていきますのでね、結構ね、片栗粉ですぐ油の方が吸い取られてしまうのでちょっと多めでいいと思いますよ。で片栗粉でね、片栗粉でね、この6等分のしたのは真四角でやると中がね本当ね豆腐豆腐って感じするので、ちょっと薄めにね今回はカットさせていただきました。こっちの方がしっかりと照り焼きを作った感が出ますね。まあ、中まで豆腐なんか染み渡るわけではないので、ここはちょっと薄めにそうやりましたよ。でここはね最初と熱してたんでちょっと焦げがつくまで中火になりますね。しっかりとちょっとおこげがつくまで焼いていきますね。だから少々お待ちください。はい、こういった感じでねちょっと周りがねいい具合に焼き色がついてきたら照りだれを投入していきますね。なんかちょっとなんかお肉のステーキみたいなね、全然おつまみにもなるしご飯のおかずにもなると思います。ね、揚げ出しじゃないですから、焼きですからねこれ。すごい全然これ気をつけてくださいね、焦げちゃうんでね。で片栗粉が入ってるのでとろみもすぐ出てきますから、まあ、ちょっと一回火からちょっと熱が強いので揚げていただいて絡めてあげてください。普通の照りだれだと、まあ、醤油、みりん、酒、砂糖、まあ、こんな感じでなりますけど、ちょっと今回私の場合はちょっとコクを出すためにねおにんにくが少し入れてますからね、やっぱり食欲注いでもらいたいので ね、なんかほらすごいちょっと美味しそうな、ね、でこれがねほんと真四角の6個だとこのちょうど真四角の間、真四角のねこの中がねなんかもう豆腐豆腐しちゃって、だからねちょっとショックがあったんですよね。だからちょっと平べったくね
長く切っていただきました。でこの辺でちょっとね盛らせていただきますね。そうね、こういった感じで、なんかすごいお餅みたいですけどね、お餅みたいです、すっごいお餅みたいですが、これがまた美味しく感じるかもしれませんよ、ね、でこれでちょっとね緑アップ閉じちゃう。はい、でこんな感じでね豆腐の照り焼き完成でございます。閉じたら見えない、閉じたら見えない、パカッてね。はい、ではご試食お願いします。よーよー、セベラビリンドルリドルドル、ちょっといいですか食べて。お豆腐、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 じゃあ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 電圧の豆腐ゴミ悪いな、本当に刺してくんじゃねえよ、刺してくんじゃねえよ。これ美味しそうでしょ、だってこれ美味しそう、新世界、それ新世界、いいねこれ。これはヘルシーだけど、なんか揚げ出し豆腐じゃないですし、うん、ちょっとタレが絡まったなんかお豆腐みたいな感じで、マイカリカリで美味しい。これ結構うわ、うん、おかずな、うんうん、香ばしい、カリカリして、はい、食べ応えありますねこれね。揚げ出しよりね、油かたしたりする手間もなくていいですね、お手軽。これヘルシーで節約もできるんで、ぜひねこちら作ってください。簡単、早くて安い、そしてヘルシー、うまい、うまい、これいいなと思う方はグッドボタンをぜひ、ねね、また見たいと思う方はもう絶対チャンネル登録しやがれね、はい、お願いします。お願いします、よろしくね。またです、次の動画で会いましょう。地方でくすぶっている君、世界最大都市の東京で仕事をしてみませんか。新宿渋谷西麻布の飲食店で経営を学んでみませんか。面倒な住居探しお任せください。まかないは弊社で全額負担なので、ご飯代も心配いりません。技術も経験もいりません。有名人芸能人も毎日会えるよ。少しでも東京で働きたいと思っているならば大歓迎いたします。今ならなんと引っ越し準備金10万円プレゼント。ご覧よりお問い合わせください。ください、ください、ください、ください。